門別ケイトが圧巻 8K6 回無失点の好投。フェニックスリーグ阪神サムスン8日いきねの森運動公園第2野球場、阪神の先発門別ケイト投手は6回4安打無失点の好投を見せた。初回は先頭に安打を許すも後続は立ち無失点に、2回も先頭に2塁打を浴びるも以降は3人でキシャリ、3回4回は三者凡退と調子を上げた。5回は西一、2塁のピンチも最後はフォークで3ボロに仕留め得点を許さず、6回は3人で締めた。直球にスライダーフォークも冴え圧巻の奪三振。相手打者がおっとびっくりするような声を上げながら空振りするシーンもあった。前回登板の9月25日ウエスタンソフトバンク戦鳴尾浜では4回1、3を10安打7失点と乱調。それでもこの日は再び復調の気配を見せ、ポストシーズンでの昇格にもしっかりアピールした。ゆっくり痩せらずたくましく育ってほしい。高橋大竹門別と伊藤が復活すれば強力左腕カルテットの完成。計算通りいかないのがペナントだが、これに加え才木ビーズリー村上西と先発に余裕ができる。 NPB と KBO のピッチャーにレベル差があることは周知の事実だから、門別投手が KBO のバッター相手にナイスピッチングすることは驚くことではない気もする。次の登板で NPB のチーム相手にそれなりのピッチングができるかが試金石になるのではないだろうか。夏の暑いのは苦手なんだろうか。北海道と関西西宮とは全く違うだろうし、まだ体力もついてないだろうから。これで金丸獲得とかなったら左腕王国になるだろうね。川原もペナント最後上がってきた時よかったし、あとは野手がバリバリ育てば本当に黄金期だ。まあ相手がサムスンだからこれくらい流行るだろう。北海道の出身だし関西の暑さにコンディションを崩してきたんじゃないですか。来年の課題ですね。期待してます。頑張って。今シーズン良い形で終わるためにもナイスピッチでした。来シーズンは隠し球や秘蔵っ子ではなく先発5番手くらいで開幕できるように頑張ってほしい。いいものを持っているのは皆が知っている。打ち込まれる時もあればこうやって抑える時もある。今はこの差を少なくすることが大事ですね。岩崎、桐敷、高橋など生きた教材がたくさんいる環境、少しでも吸収してその一角に食い込めるよう頑張って、ポテンシャルは負けてない。もっと球が強くならないと一軍では通用しない。まああと2年ぐらい体力筋力をつけてからでいい。それまで頑張ってください。岡田監督が一番に育ってほしい投手じゃないでしょうか。見事に裏切られたけれども、来年は岡田監督に成長したところを見せてください。来年という来年はガチブレイク期待したいね。目をつけてくれた岡田さんへの恩返しの思いも含めてね。門別は今オフで一皮むけて来季は一軍で活躍してほしい。この選手はまさに虎の見合い。もうほんと期待しかない。マジで阪神で一番可愛いな。来年に期待してる。岡田さんのお気に入り。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。